皆さんこんにちは。皆さんは介助犬とその使用者を実際に街中で見たことはありますか？今回は介助犬使用者のお出かけの様子を覗き見してきました。山内さんとグラディスのペア、丹羽さんとケビンのペアをご紹介。お二人のことは過去動画でご紹介しておりますので、そちらをぜひご覧ください。街で見たことないけど、介助犬ってどこで何してるの？それでは本編をどうぞ。お出かけする前にも準備があります。まずはブラッシングや体拭きなどのケア。山内さんはどうされているのでしょうか？その台使うのが何か理由あるんですか？下の方が手が届かないんで、台に乗せて全身をやる感じですかね。台に乗ってくれたらその分高さも上がるので、そうですね。まあ、ブラッシングっていうか、外から書いてるように手拭いたりするときは絶対台がないと床まで手が届かないんで乗せてやります。ブラッシングって毎日やってますよね？そうですね、ほぼ毎日で、出かける前とかは、病院とか食事に行く前とかは丁寧にやるようにしてます。障害の程度などによってもケアの仕方も人それぞれです。丹羽さんも見てみましょう。まずはラベンダーウォーターっていうのをちょっとね作ってもらってて、セビン用のそれで体を拭きます。ブラッシングです。ブラッシングするときはちょっと右手の方が握力ないんですけど、右手でやって、これも私のリハビリになってるっていう。散歩行って足の裏が乾燥しちゃうので、足にジェルを塗ってます。歯磨きジェルがあるのでジェルをつけて、じゃあ仕上げて、横側でもなんかこういうほっぺのとこになんかいろいろ溜まったりするので、それを取るように。ケビン、わばしてで、この時に一応なんか足とかなんかできてないかなとか、なんか腫れてないかなとか触ったりします。よいしょ、わわわわわわわ、ぐっとぐっと。一見大変そうにも見える毎日のケア、お二人とも楽しみながらされていましたね。ワンツぐっと触った。ワンツ。続いてはトイレです。さあ、ぐっと。あいつ。処理がしやすいようトイレは基本的にペットシーツでします。今何をつけてらっしゃるんですか？これはなんかね、トイレとあと水飲ました時と、あとケアした時を全部チェックしてます。10年間続けてます。外でトイレを流す時もペットシーツを使用します。道具の工夫などをすることで、かがまなくても排泄物の処理ができます。いよいよお出かけの準備です。ケープとか首輪は普段はつけてなくて、出かけるときにつけるという感じなんですか？そうですね、はい、普段は何もつけてないですね。グラディスも山内さんとのお出かけ嬉しそうですね。車内ではグラディスは後部座席に乗ります。交通事故で胸から下に麻痺がある山内さん、車はどのように乗るのでしょうか？車に移動する時のサポートです。よいしょ。車椅子はオートボックスに収納します。で装具をつければ歩くこともできる丹羽さんは、車椅子を吊り上げる機械ですか？そうです。この車椅子電動なので40キロぐらい。電動のリフトを使ってトランクに収納します。お二人とも運転はどうされているのでしょうか？これが前にするとブレーキで、後ろにするとアクセルで、これが方向指示器ですね。あ、そこに指示器があるんですか？そんな感じで
うん、ハンドルについてるのでハンドル回して、そうですね、これでくる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 っていう感じ。じゃあ右手でハンドル操作、左手でアクセルブレーキっていう感じ。そうですね、もうだから常に運転中は両腕を上に上げてないとダメなんで、しんどいですね。三輪さんはどうされているのでしょうか。私はペダルですが、これがウインカーなんですけど、はい、右手に麻痺があるので、ウインカーは伸ばしてあって、こっちだ。ハンドル回すハンドルです。これが右手じゃなくて左手だけでハンドルが回せるようにノブつけてもらって。電車に乗ることがあります。今回はリニモに乗車します。スロープを出していただき乗車します。山内さんはグラディスとともに車椅子スペースへ。移動中も気にせず寝ています。降りる時もスロープを出していただきます。続いてアピタ長久手店さんでお買い物。グラディスも尻尾を振りながら楽しそうです。店内にあるカゼッタさんで一旦休憩です。これだけ一つだけどけていただきます。はい。飲食店で気をつけていることはあるのでしょうか。山内さんに聞いてみました。店内に入って食事中はできるだけ構わないようにしてます。ブルブルとかできるだけっていうか、まあ極力させないようにしてます。もちろん公園にお散歩に行くこともあります。車椅子なんですか。家にいるときはあの車椅子使ってないんですけど、はい、出かけるときは大概車椅子。うん、ケビン、そう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 、降りこう、降りこう。すごい、そうやって足のステップも下ろしてくれるんですか。そうです。これもやっぱりご自身でやろうと思ったら大変です。それはあの自分だと結構バランス崩したりするときもあるので、ケビンにやってもらって、あとはあのトイレ入ったりとか割と頻繁に上げ下げするので、結構そのタイミング時間かかっちゃうことがあるので、ケビンがいるとやってくれるので助かってます。最高。かわいいかよ。なんかちょっと行くの。今日は愛知九博記念公園森コロパークにお散歩です。ケビン、三輪さんのペースに合わせてゆっくり、そして楽しそうに歩いていますね。最後に山内さんにとってのグラディスの存在について聞いてみました。もうほとんど前の介助犬の時も体の一部みたいな感じで言ってたんですけど、もうそれよりもなんかその当たり前なんです、もう体の一部なんだけど、なんかその影のような存在っていうか、常に自分とくっついてて、くっついてるんだけどもう意識もしなくていいっていうか、当たり前のように自分とつながってる影のような存在ですかね。三輪さんはケビンと生活してからどのような変化があったのでしょうか。
入院をしなくなりました。すごいですよね。ケイちゃん来てから1回も入院してなくて、前はちょっと偉いな、ちょっと寝てみよう、なんかちょっと偉いから寝ようっていうと昼に起きれなくてもお仕事に行けないっていうのが結構あったんですけど、最近は朝起きてケビンのケアみたいなケアとかやってるし、ね、なんか自分もスイッチが入って、まあしんどかったら帰ってくればいいかなぐらいの感じで会社に行って、結局そのまま仕事ができてっていう、なんかケビンがいつも楽しそうで、なんかそれを見てると私も楽しくって、それでなんか元気になってるみたいな感じですね。もし実際に街中で介助犬、補助犬に出会いましたら、お仕事中ですので触ったりはせず、優しい無視のご協力をお願いします。そして心の中で応援していただけると嬉しいです。では本日はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。